ので一言お願いいたします。あ、すみません、遅れて参加。実は今日同じ日にですね、まあ、さっきいわきのお話がありましたよね。飛田俊太郎先生、被爆問題というのお通夜がありまして、北村であって、それで遅ればせながら駆けつけた次第です。せっかくご指名されたんで、ちょうど私来た時に豊洲の話したんですけど、私ね、一言で思ってるのは、小池さんまだ人気結構高いんですよね、小池百合子さん。で彼女がね、どういうことを発信してるかっていうと、豊洲の問題はちょっと引っ込みがつかないですから、どこまで頑張れるかはもう私たちのこうお尻をどれだけ押せるかにかかってるかなと思うんですけど、彼女はね、就任早々オリンピック のボート会場のことやなんか、言ったんですね。でさっさとね、オリンピックの方がね、妥協しちゃったんですよ。つまりね、実は利権の大きさっていうのはね、豊洲なんかのレベルじゃないんですよ。オリンピックの利権っていうのは巨大な建物ばっかすからこれから建てますから、でこの巨大な方は手はつけないよと、ただまあ豊洲だけは頑張らせてくれっていうことをね、彼女多分発信してるんだと思うんです、メッセージとしてね。ですからそういう意味ではね、そこのところはね、ちゃんと見とかないと、豊洲はやっぱり我々の、運動次第でね、頑張ってもらわないといけないんだけれども、もっと巨大な利権については私は手をつけませんよっていうのをちゃんと、その言ってるっていうのはね、ところもね、ちゃんと 見といた方がいいかなというふうに思います。まあそれはちょっと私もう前から思ってることなんです。で、まあ、さっきご紹介ありましたけど、13区の方もですね、まあ、13区ってまあ限定はしてるわけじゃなくて、足立の方もなんとかこの安倍政権の暴走をストップさせようということで、4月の27日に結成総会やろうと、市民連合足立ということで、今一生懸命で、ね、動いてます。別に足立区に吉田って名前が多いわけじゃないんですけど、私が吉田バンドで、もう一人吉田金次君というのは満金コンビみたいなんですけど特にですね、12区とまた13区、ちょっとね、事情が違うんですよね。13区の方は民進党の候補と共産党の候補がもう手を挙げてるっていうのはね、状況ですから。で、やっぱりね、私たちはこの選挙に勝たなきゃいけないんで、候補をね、やっぱりその一本化できるように、やっぱりやろうと。ただこれはね、政党任せじゃダメだと。やっぱりその下からみんな運動でね、なんとかいろいろね、一緒にやれるような、そういう政策的にも我々自身がもう少しね、政策持ち寄って要望も出していこうということで、運動を進めようということなんで、12区の人も含めてね、協力してこれからもね、力を合わせていきたいと思います。よろしくお願いします。吉田さん、ありがとうございました。さて最後